こんばんは。こんばんは。甲子園ニュースの時間です。本日は大会8日目を予想したいと思います。本日の担当は、カイダ。うん。それでは早速いきましょうか、うん、まず1試合目、はい、有田工業、うん、佐賀県ですね、うん、VS 島根の浜田高校、投手有田工業は塚本投手、130キロ台の速球なんですが、制球力がまあいいと、うん、まあ打たせて取る典型的なピッチャーね。で対する浜田高校投手は、左の波田くんから右の森井くんっていうリレーが必勝パターンで、抑えで和田の通算使えんのあれ見えあれは打てないだろ高校生、さすがにどちらも速球派ってわけじゃないんですけど、うんうんうん、打たせて取って守備からまあリズム作るチームですよね、うん、まあ、データ見てもあまり遜色ない。浜田高校の方が投手の奪三振は取ってるんですけど防御率はちょっと高いかったりね、うんうん、まあどうなるかちょっとこのデータ見る限りだとちょっと読みづらいですよ、うん、なので有田工業はね特徴で言うとまあ守備で流れ作り、さっき言ったね、うん、粘って後半点取るチームなんですよ。いいね有田工業は ね、 いいね。対する浜田高校は機動力を使って得点を取るチームだと、地方大会19盗塁決めてるチームだよ ね。なのでまあ言ったらこの浜田高校の機動力をこの有田工業の守備力が上回るか、どっちが上回るのよっていう対決になるかなと。ピッカペイヤ、ピカペイヤ浜田高校5番打者岡くん、5番地方大会5割2分6厘、うん、打点10打点と勝負強い打撃なんで、まあ機動力で荒らした後にきっちり、はい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 、残ったランナーを返すって役割なのかなと、この岡くんが。ただね有田工業もちょっとピックアップいる。おピッチャーの塚本くん、はい、1番バッターなんですよ。珍しい翔平じゃん打率4割1分2厘、出塁率5割4分以上と、まあ投打の中心なんですよ。まあだからこの塚本くんがね、塁出て、はい、まあ、自分を助けられるかっていうところもある。はあ、ね、以上を踏まえて予想スコアは5対4、浜田高校お機動力に波なしと。ほう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 、まあまあね、言うからね、皆さん、まあ守備力にも波なしなんだけどそうだ ね機動力ある分ちょっと浜田の方が有利かなっていうスコア予想させていただきます。点はな、点取れるからな、ね、で2試合目九州学院 VS 帝京第五ですね、うん、あ九州学院といえば村上胸ジュニではないのよ。ジュニアではないのよ。胸ブラね、九州学院の投手なんですけど2年生エース直江くん、これねいいピッチャーみたい。直江くん巨人の直江じゃない140キロ超えの特急を武器に、はいね、まあ、2年生ながらもやっぱりもうエースたるピッチングやってますよ、うん、打算シリーズも 9.90 いい ね、 ね。で対する帝京第五は投手角田文方くんのダブルエース、まあこれはね変化球が主な南投だからまた対照的な組み合わせになってるんですよ。これも直江とか国方とか戦国武将武将対決で打撃データはまあまあ九州学院の方がちょっといいかなっていう感じですね。で九州学院打線は下位まで切れ目なしと、6番後藤君、9番聖君にもホームラン出てる、まあ下位打線も元気のあるチームだよと、対する帝京第五は監督は元ロッテの小林監督ですよ。これも元プロはもうだいぶ加点ですよそうだね。で悲願の夏の甲子園就任してからそうか、愛媛もな強いもんな、そう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 。で打撃練習に力を思い切って入れて今回夏の甲子園掴んだと。再美じゃん。うわ本当に開き直りが良かったんですね。いいね。でピックアッププレイヤー初戦なんでこの人を入れさせてください、村上慶太くん。あらこれね4番としてねチーム牽引してますけど、うん、地方大会は打率2割2分2厘でなかなかちょっと振るってなかった。これが甲子園でお兄ちゃんの分まで、うん、村上圭太君もう190センチ93キロありますから、めっちゃできるわマジで、ね、まあ、注目ですよ、はい、うん、なので予想スコア8対4九州学院とさせていただきます。九州学院が打ち勝つかなと、なんとあのピッチャーを、うん、はい、では第3試合目、はい、お待たせしました智弁和歌山登場でございますVS 国学院栃木。まあ、智弁和歌山は初戦になるんですけども国学院栃木初戦日大三島に10対3で勝ってますね、うん、投手の森永くんが好投しましたよ、うん、完投だね、3失点完投。対する智弁和歌山は塩路竹本のダブルエース。まあ、塩路くんでいくんじゃないかな。まあそうだね、ボードの数字でいくんだよな去年同様。そうだね、そうそうそう去年も予選の数字見たら優勝は難しいんかなとか一瞬思ったりしたもん。そうなんだよ、ほどほどで今回来てます。まあオプスは1超えてますけどね。で、特徴としては智弁和歌山はもう言わずもがななんですけど、どの打順からでも長打が期待できる打線とこのダブルエースですよ、うん、まあ優勝候補。対する国学院栃木これはね、まあ、1回戦でもやっぱり見たんですけど、まあ、この森永くんがしっかり投げて、うん、打線がどれだけね、うん、
結果残せるかと、スナイダーバッティングかな、どっちかというと国学院栃木としては、強力2枚看板を攻略なるかと、そうだ、ね、いうところですよね、ピックアッププレイヤー国学院栃木5番鈴木くんですよね。鈴木くんね、4打数3安打2打点、やっぱり勝負強い、これ間違いなくモンデさんも1試合目でもピックアップしてたかな、してたかな、鈴木くんは、この鈴木くんはやっぱり大きな選手になりますね、キーポイントになります。予想スコア、はい、7対3、智弁和歌山、おー、しっかりやるとね、初戦をね、そうだね、なのでこの3点は無理なシフトは引かないっていう、あー、なるほどなるほど、ことですね、優位に進めながら、優位に進めながらランナー3塁行っても後ろで守ってっていう3点かなという予想でございます、8日目最後の試合、はい、ズームアップゲーム、敦賀気比 VS 市立船橋、敦賀気比ね、敦賀であ、ごめんなさい、市立船橋じゃないわ、市立船橋らしいです、あ、そうなんやな、あの放送見てて、あ、そうなんだって敦賀気比、まあ、1回戦ね、高岡商業13対3で対処しましたけど、ちょっと上加世田君はね、万全なピッチングできたのかなっていう、あと帽子が、いや帽子はやっぱり小さかったな、帽子がヒットした時本来のピッチングできるんかな、対する市立船橋はコーナーに6対5、記憶も新しいんじゃないですかね、皆さんね、投手坂本投手と森本投手の継投、これはもう地方大会からね、でも森本投手ですよ、よかったな、後半15連続アウト、もうこれですよね、これに尽きる、逆転呼んだのは、これに尽きる、なので1回戦のねデータも出しときますけど、まあ、1回戦のデータ的にはほぼ変わりない、本当に変わんないのよ、なのでまあ敦賀気比のやっぱ上加世田君がね、どれぐらいやるかと、市立船橋は森本君がやっぱりいい仕事してますから、どこで出てくるかね、打っては3打数2安打2打点、もうチームを引っ張ってるっていう言っていいでしょうね、いやすごい、あと市船ソウル流れてたね、分からんかったけどどれかまあ、僕らの見分け方はあの聞いたことない聞いたことない曲が来たらですねピックアッププレイヤーはその森本選手もそうなんですけど、やっぱり敦賀気比の上加世田君、ああまた来るかね、これ打っては6打数2安打1打点だったんですけど、やっぱり被安打11の投球はやっぱり本来の上加世田君じゃないと俺は思ってるんで、上加世田君がしっかりもう一回いいピッチングして、ぜひナイスゲームしてほしいなと、試合を作ってほしいとね、思ってますよ。予想スコア、はい、4対3、市立船橋、おお、あー、前初戦の勝ち方良かったもんな、あー、興南のね、あの清森くん、僕ら興奮しっぱなしでしたよ、いや、マジでこれはすごいぞってな、まあ、中盤スタミナ切れたとはいえ、あのピッチャーからしっかり点を取った市立船橋、力あるよ、すごいよ、もうほんまに予想してた以上に良かった、いや本当に良かった、今大会屈指のピッチャーでした、屈指だったね、間違いなく、なのでそれを勝った市立船橋が若干優勢かなと、上加世田君応援してんだよ、我らチャンネルでは、いいよ保険打たなくてこうなるとね、いい選手がいっぱいいるから、そうなんだよ、ね、どっちも応援したいんだけどね、もちろんね、ということで大会8日目の予想でございました、はい、皆様の予想もぜひぜひコメントいただけると幸いです、はい、また明日お会いしましょう、ありがとうございました。ズームアッププレイ、お、九州学院胸ぶらが小林監督とちょっと揉めたりいやいやいや大丈夫か、あかんすよ、あかんすよ、あえいかんはフェドローに輝く、語呂ある、チャンネル登録お願いします。